はいどうも、おしるこのティータイムへようこそ。ということでですね、今回もおしるこラジオ第7回目ですかね、をやっていきたいと思います。6回目かな、わかんないや。まあいいや、とりあえずですね、まず最初にですね、オープニングトークということで、私おしるこはですね、最近ちょっと睡眠にね関していろいろと模索中というかね、いろいろやってみているんですけども、今日はですね、まあ最近一週間ぐらいかな、ここ一週間二週間ぐらい、私おしるこは、まあ深夜のね、6時、もう朝ですね、に、まあ睡眠をね、するんですよ。まあ寝るんですよね。で、起きる時間、ね、起床時間が、で、12時なんですよ。まあ大体は、まあ1時とかなんですけども、まあ今日はね、この今動画を撮っている日は、12時に一回起きたんですよ。そしたら、まあ6時間。ですね、睡眠時間で言ったら、その6時間睡眠がめっちゃ良くて、なんか7時間ね、最低でも7時間以上はまあ寝た方がいいっていうね、よく言うじゃないですか。で、僕もどちらかというとそっちに賛成派だったので、まあ7時間以上寝たいなと思ってたんですけども、今日ね、その試しに6時間で起きてみようと思って起きてみたら、もうめっちゃ気分いいの。なんかね、体が軽いっていうか、もうすごい頭がすっきりして、だからやっぱあれ6時間の方が、まあ人によってね、その睡眠の質っていうか、その睡眠時間がもういい悪いはあると思うんですよね。だから僕の場合ね、おしるこの場合は6時間睡眠がね、割とちょうどいいんじゃないかというふうに発見した今日1日でした。はい、ということで、まあとりあえずオープニングトークはね、これぐらいにして、じゃあ本題に入っていきましょうか。今日ね、また2、3個ぐらいね、お話ししたいと思うんですけども、一つ目のね、じゃあお話に入っていきましょうか。じゃあ一つ目のトークテーマは、マシュマロについてですね。はい。このマシュマロというのは何かと言いますと、このマシュマロはですね、YouTube じゃないな。X っていうね、まあ、SNS があるんですけども、そちらの方で、なんかその質問とか、を人から、なんだろう、もらえて、それに答えるみたいな、まあ、機能というかね、そういうサービスがあるんですけども、それをですね、私、おしるこは、まあ、2週間前ぐらいですかね、から、まあ、始めたんですよね。で、いつだ ?2 日前ぐらいですかね、に、やっと初めて、来ましたね、質問が。それまで、1個もね、来なかったんですよ。そう。で、質問が来て3つぐらいね、一気に送ってもらえて、で、その中でね、トークテーマとか、なんだろう、質問以外のやってほしいゲームとかも来たんですけども、そう、ここでね、その前に、この話をする前に、そのマシュマロで、その僕ね、おしるこが何を募集しているのかっていうのを先にお話ししないとわからないですよね。はい。じゃあ先にそっちを話しましょう。で、とりあえずですね、私おしるこが今そのマシュマロっていう質問箱で募集している内容がですね、今4つありまして、で、1つ目がですね、まあ、単純に何でもいいので質問ですね。もうこれはもう本当になんか悪口とかではなければ、どっかなんかその自分がね、なかなか答えにくいなっていうものじゃなければ、全然答えます。ので、まあね、バンバンね、質問をいただけたらなと思います。で、二つ目がですね、まあやってほしいゲーム、さっきね、言った、出口8番っていうね、ゲームがあるんですけども、それをね、ちょっとリクエストしてもらえて、まあ今度ね、やれたらいいなと思ってるんですけども、まあそれ以外でやってほしいゲームとか、その他ね、その YouTube の、一応ね、実写も一応撮れるようになったので、それに関する実写とか、まあそのゲーム実況だったりとか、あと声をね、使うものだったりとか、まあ絵を描くとかね、まあいろいろありますけども、それでなんかやってほしいこと、ね、企画とかがあったら、まあね、いろいろ送ってもらえたらいいなと思います。で、三つ目がですね、そのさっきも言いましたけども、描いてほしいイラストのリクエストですね。これはですね、内容的には、まあ、キャラクターとか、まあ、いろいろね、ものだったりとか、その、なんだろう、リアルであるものだけじゃなくて、まあ、モンスターとかね、
そういうその幻想、自分で考えた創作のキャラクター変えてほしいとか、こういう感じの特徴のみたいなとか、あとシチュエーション、なんかラブコメっぽい絵を変えてほしいですみたいな感じで、そういう風な、まあ、アイデアをですね、送っていただけたらですね、私のね、創作活動にもすごい役に立ちますので、まあ、ね、送っていただけたらいいなとずっと思っておるのでね、よかったらね、送ってください。はい。で、4つ目がですね、ね、トークテーマですね。これ今ね、私が撮っているラジオの、で、紹介するっていうか、まあ、質問ね、その1個目の質問も、ちょっとね、ラジオの方でも、まあ、深くというか、話していけたらいいなと思っているんですけども、まあ、質問とトークテーマは、ラジオ用とか、あとは配信ですね。一応配信もやってるので、その配信の時に話す用のものをね、いくつかね、まあ、送っていただけたらなと思っているので、まあ、この4つですね、を、送っていただけたらなと思います。お待ちしております。もういっぱいね、一人何十個でもね、全然送ってもらってね、大丈夫なんで、しかも匿名で、送ることもできるので、なので全然なんか自分の名前がバレたらどうしようとかいう心配はね、全然ないので、もうそこら辺は心配せずに送っていただけたらなと思います。はい。こんな感じですね、マシュマロに関しては。で、まあね、さっきも言ったんですけども、そのマシュマロを、まあ質問とかをね、例えばもらうじゃないですか。で、X の方でも、そのマシュマロの質問の回答をですね、一応載せようとは思っていて、でも、X の方だとそこまで深く載せずに、あとはね、YouTube とかで、まあ、深く話しますみたいな感じでしようかなと思ってて。そっちの方がね、多分ね、文章にするよりも、まあ、自分のね、気持ちというか、そういうね、理解されやすいと思うので、そういう風にやっていきたいと思っているので、よろしくお願いします。はい。ね、一つ目のマシュマロの話は、じゃあ、とりあえず、これぐらいで終わりましょうか。で、はい。次はですね、二つ目のトークテーマなんですけども、二つ目が、はい、英会話じゃねえわ。英語翻訳の話ですね。はい、こちらはですね、例えばですね、私はあんまり詳しくなかったんですけども、今まで。YouTube で、まあ、自分がね、上げる動画とか配信に、まあ、自動でね、一応字幕をつけることが今可能なんですよね。で、その中で、とりあえずその日本人の方はですね、多分大体自動翻訳っていうのが、まあ日本語にデフォルトでは、なってると思うんですよね。けど、そっから、他のね、例えば韓国語とか英語とか中国語とか、そういうのを追加で、まあ自動翻訳とか自分でね、そのテキストを打って追加することも可能なんですよ。で、それを私最近ですね、私は、とあるね、はじめくんと一緒だよみたいなゲームがあったんですけども、そのゲームを投稿した時に、海外の方ですかね、もう、すごい、もう丁寧に、まあ、英語でですね、せっかくめっちゃいい動画なのに、英語翻訳がないのが、ちょっと惜しいです、みたいな感じのことをね、言っていただけたんですよ。だから、これはちょっととりあえず一旦ね、やってみないといけんと思って、英語翻訳を。で、一回全部、動画のね、18分ぐらい、20分ぐらいですかね、ある動画を全部自分でテキスト書いて、まあね、その自動翻訳してくれてるので、間違ってる部分をテキストで、をね、修正して、まあ一回英語翻訳かけてみるかと思ったんですけども、あれの YouTube の方の、その英語翻訳の作り方が割とややこしいというか、なんか使い勝手がめっちゃ悪いんですよね。で、だからその途中10分ぐらいまで編集っていうかその翻訳をね、変えてって、そこまで行ったのに、途中でなんか変な感じになっちゃって、またやり直しってなっちゃって、あ、これはちょっと時間がね、めっちゃかかっちゃうなと思って、とりあえず一旦、今は全部の動画にですね、その自動翻訳で作られた日本語と英語を、まあ、投稿しているというか、まあね、読めるようになってるんですけども、マジでかなりこれは、あんまり、正しい日本語じゃないし、英語もね、あんまり言葉として正しくない単語が結構あるので、まあ、全部をね、の翻訳
まあ、日本人の方はね、もう全然その翻訳なくても大丈夫だと思うんですけども、その海外の方とかはですね、まあ、今ね、僕が喋ってることもあんまり、まあ、日本語だとわかんないと思うんですけども、もし日本語がわかる、ね、その海外の方の場合はですね、まあ、英語翻訳は一応ついてるけども、本当におまけ程度ぐらいでね、思っていただけたらなと思いますね。これはね、ちょっと今後マジで、どうにかして改善していけたらなと思っているので、そちらもね、お楽しみにということで、はい。まあ、英語翻訳の話もこんぐらいですね。だいたい1個の話が3、4分か5分ぐらいしか続かないっていう。まあね、内容的にそこまで深く話せる話でもないのであれでしょうけども。はい、じゃあ、それはとりあえずですね、今ね、まあ、ちょうど10分ですね。割とでも、なんか、話す内容がですね、今結構あるんですよね。まあでもね、1回のね、これすごい裏話になるんですけども、すっごい今ね、こう、何個も5、6個ぐらいね、話しちゃうと、次話す内容が本当になくなっちゃうので、なるべくね、まあ、小出し小出しでやっていきたいと思います。はい。で、3つ目。これがね、特に、3つ目のトークテーマが特に、本当に今回大事、もう主題だなっていうところがあって、これちょっとね、YouTube の配信の方でもお話ししたんですけども、3つ目のトークテーマですね。ブース。の話ですね。はい。ブースって皆さん知ってますか？まあ大体ね、その絵を描いてる方だったりとか、こういうね、まあ配信活動とかをやってる方だったら、まあ多分大体知ってるんじゃないかなと思うんですけども、ブースっていうのは、その自分のね、描いたイラストとかをですね、とか人から描いてもらったイラストを、まあ商品化する、商品化して売るっていう、まあネットショッピングのね、まあサイトというかね、サービスなんですけども、ね、これをね、まあ、私ね、おしるこは、もともとその、こういう活動をする前からですね、まあ、オタクだったので、オタクというかね、そういうね、活動者さんとかが好きだったので、よくこういうブースで商品を見たりとかはしていたんですけども、で、自分でね、作るっていうのは、もう今までやったことがなかったので、それのね、まあ、作り方を YouTube とかネットで調べて、で、そしたら、ピクシブのね、方の、そういう、なんだろう、一枚の画像で商品を作れるみたいな、まあ、サービスがあるんですよね。それを使うことによって、まあ、ブースで簡単に商品が作れちゃうよ、みたいな感じのものがありまして、なんかすごい宣伝みたいになってるけど、そう、それをね、見てね、あー、なんだろう、自分、普通に人に売るとかじゃなくて、自分用の、商品、自分が描いたイラストの商品を、うわ、欲しいなと思って、作りたいなと思って、ちょっとね、今後今ね、作ろうかなと考えているんですけど、まだ全然ね、行動はできてないんですけども、そう。で、このね、ブースのいいところ、特にその、ピクシブの、その、作るサイトを使って、経由して、売るタイプのブースの使い方だと、まず在庫をね、抱えなくていいっていう、受注発送、っていうんですかね。もう頼まれたら、その欲しいっていう人がいたら、その時点で作り始めて、まあ、買ってもらうっていうか、送るみたいな感じのやり方があるんですけども、そのやり方が、やっぱすごく理にかなってるというかね、その今、ね、もともと私おしるこが、なんだろう、そのプロのね、イラストレーターさんで、とか、そのすごい有名で、みたいな感じの人だと、もうね、その、在庫をね、最初から持っていたとしても、そこまでね、痛手にはならないかなと思うんですけども、まあこういう本当にイラスト初心者の方からっていうか人からするとね、本当にそういう在庫を持たずに、自分のね、あんまり出品も出さずに、手軽にね、もうとりあえず挑戦してみようみたいな感じで、商品を作れるっていうのは、すごくありがたいというかね、本当に素晴らしい、ね、サービスだと思いまして。そう。で、それをね、今ね、その配信の方では少し言ったんですけども、その、今ね、私が今この多分画面に映っているおしるこくん、これね、私の、まあ、キャラデザというか、キャラデザというか普通にこうね、私なんですけども、これは、まあ、一応今人間タイプじゃないですか。じゃなくて、ちょっと他の、まあ、商品にするならね、もうちょっとなんだろう、普段使いしやすいような感じの商品にしたくて、自分でもね。だからまあ、パーカーとかさ、服とか、そういう小物とかを作るときに、何がいいんだろうと思ったんですけども、まあね、僕がよく書くね、イケトーくんっていうね、まあ、頭が、なんだろう、無機物っていうか、いろいろ食べ物だったりとか、で、体は普通に人間みたいなタイプのキャラをデザインして描くのか、
それとも、なんだろう、マスコットキャラクターっていうのがあんまり僕のね、チャンネルではいないので、それをね、今後考えて、その考えたマスコットキャラクターを、まあね、その商品のデザインとして使うっていうのが、まあ、一番現実味があるなっていうね、その、やりやすいし、自分も作りやすいし、他の人もね、見た時に、あ、なんかちょっと可愛い感じのキャラがいるから、ちょっと買ってみようみたいな感じで、手軽にね、手に取りやすい感じのデザインの方がやっぱね、いいんじゃないかなと思ってね、それ今考えているんですけども。だからね、それをする上で、まあね、まずここでちょっと宣伝タイムです。ここ宣伝タイムなんですけども、その、まあ今後ね、そのブースの、マスコットキャラクター、ブースで売るためっていうか、その自分の作るためのマスコットキャラクター兼、普通にね、今後ね、こうチャンネルとかで使えて、いるようなマスコットキャラクターを考える配信をね、やっていきたいと思っているので、それをね、作るときにですね、もしね、見に来てくださった方々はですね、そういうアイデアみたいな、こういう感じの、例えばドラゴンとか、僕は今ね、ちょっとドラゴンのキャラを変えてみようかなと思ってるんですけども、そういう、例えば狼とか犬とか、そういう感じの形状だったりとか、あとはその特徴的な色だったりとか、そういうちょっと雰囲気的な部分、とかでこういう感じのがいいんじゃないっていうのがあったら、まあね、その配信中にコメントくださったりとか、あとさっき言ったね、マシュマロに送っていただけたらね、すごくありがたいですね。やっぱりね、自分一人で考えるっていうのもいいんですね。主観的に考えるっていうのもいいんですけども、やっぱ客観的にね、な意見。もうある意味ね、その、まあ、ニーズというか、なんというか、そういう、まあ、見てる人たちがどういうものを欲しているのかっていうのを、まあ、聞くのもね、やっぱすごく大事だなと思っているので、まあ、よかったらね、そちらもね、よろしくお願いします。ということで、はい、ブースですね。いや、本当に、ブース、すっげえなと思った。ちょっとね、普段はね、僕は、もう本当にゲーム実況者さんとかの、とか、そういうね、ちょっと VTuber さん的なものをよく見たりするんですけども、まあね、その、新着順って言って、新しく作られた人の順番で、その商品を見たりもできるんですけども、それ見たときに、本当にね、結構なんだろう、ロゴ1個で商品作ってたりとか、ちっちゃめのね、本当にアイコン的なぐらいのサイズのイラストをちょっとね、刺繍的な感じで入れてるやつとかね。そういうのがいっぱいあって、ああ、やっぱ、なんだろう、本当に手軽に、そこまでね、その、めっちゃもう、ガリガリっていうのもおかしいな。もうめっちゃ丁寧だけど、もう細かく絵を描いて、色塗りしてっていうんじゃなくて、もう本当にポップなミニキャラ的な感じで描いて、まあそれを商品か、みたいな感じのやり方でも全然受け入れられるっていうのが、あ、なんかすごいいいなと思って、それをね、やってみたいなと思ってね、その今度やってみようと思っているんですけどもね、まあ、すごい。それもね、本当に私的に初めての経験なので、とても楽しみなんですよね。もうね、皆さんもね、楽しみにしていただけたらなと思います。はい。まあ、ブースの話はこれぐらいでいいでしょう。今回結構活動的な話が多いですけども、じゃあ、最後にね、まあ、これはまだエンディングトークじゃないんですけども、最後、ちょっとね、今回から、さっき言ったマシュマロの、その質問を返すね、コーナーをちょっとね、設けたいと思っていたので、それをね、やっていきましょうか。じゃあ、今回はとりあえず1個、ね、話していきたいと思います。じゃあ、とりあえず、今来ている質問の中で、どっちがいいかな？今2つね、来ているので、まあ、今回、結構、なんだろう、イラストのね、お話がめっちゃ多かったので、活動とか。なので、まあ、それに関連した話をしましょうか。はい。では、今回の来ている質問は、なぜ絵に興味を持ち始めたのかという質問がね、いや、すごく、なんか、なんだろう、うわー、ちゃんとした質問だなと思いましたけど、はい。なぜね、私、おしるこが絵に興味を持ち始めたのかっていうのは、もう、なんだろう、その原点的な話をね、すると、多分ね、大体の方がそうだと思うんですけども、もうちっちゃい頃からゲームとかアニメが大好きで、私、おしるこはね、もうそれを見ていて、もう本当に、もう身近な存在なわけですよね。その絵っていうのが、イラストっていうのが、それをもうずっと見て育ってきて、もう、まあ正直自然的な流れで、
その自分が書く側、こういうね、活動をしているっていうのも見る側からする側になりたいなっていう願望っていうかね、夢があって、夢っていうか目標があって、なので、あ、じゃあ、ね、イラストも自分で書いてやってみようみたいな感じで思って、まあ絵をね、描き始めたというか興味をね、持ち始めたんですけども、で、特に、まあその、そういうね、アニメとかゲームの原因っていうかなんだろう、が特に、あれなんですけども、日本語がそう、特にね、その興味を持ち始めた、もう最初の理由なんですけども、その後にですね、まあ、複数人のね、まあ、友人が、僕以外にも絵を描いてる方がね、いるんですよ。その方々の絵を見たりとか、そういう話を聞いたりとかね、をして、もうすごく、なんだろう、もう楽しそうにね、話すんですよ、イラストの。ね、話をするときとか、とか書いてるときの、なんだろう、僕がね、客観的にその人を見たときに、もうなんか、うわ、輝いて見えたんですよね、その絵を描いてる姿が。で、かっこいいなと思って、で僕も、そんな、なんだろう、ね、楽しく絵を描いて、それで、周りからね、かっこいいなと思われたいっていうか違うな、これ、なんか違うな。なんだろうな。だから、その自分がこう、味わった感覚、を、だから、なんだろう。だから僕は、その絵を描くまでは、その、まあ、この人すごいなっていう、まあ、客観的というか、周りから見た感じの、まあ、意見じゃないですか。ね。じゃなくて、それを描いてる側、ね、さっきも言ったけど、やってる側になりたいなって思ったんですよ。なので、それでもう本当に絵をね、特に最近、ここ数ヶ月間は、書き始めたっていう感じなんですね。そう。いや、本当にね、イラスト、なんだろう。ね、僕はね、結構、今はすごく明るい性格というか、まあ、もともと明るい性格な方ではあると思うんですけども。けど、やっぱどちらかというと、結構内気なというか、あんまりポジティブに考えるタイプではなかったんですよね。物事。で、なんだろう。この生きがい的な部分っていうか、すごい重い話になるけど、その人生っていうものあるじゃないですか、そのね、全体的なをの理由っていうか、理由じゃないな、そのなんだろう、意味、人生の意味っていうのをずっと考えてたんですよ。何のために生きてるんだろうというのを考えるぐらい、結構、まあこれはね、大事な話なので、別にネガティブとかいう話じゃないですけど、をね、すごく結構よく考えるんですよ。今もね、考えるんですけども、で、まあこの絵を描き始めるまでは、まあこう YouTube 活動とか、いろいろ、まあ、ゲームだったりとかね、他のことをボイトレとかやってはきましたけど、趣味的な話ですよ。ね、やってきましたけど、なんか物足りないっていうか、もっと自分で全部やれるようになりたいなと考えたわけですよ。もうね、イラストも、よくね、その、こういう活動していても、イラストを描いてもらっていたんですけども、じゃなくて、描いてもらうのもすごくね、嬉しいし、好きな、もう、絵師さんにね、描いてもらえるっていうのは、本当に、普通にファンとしてね、すごく嬉しいんですけども、じゃなくて、もう、イラストも、音も、まあ、実況とか、そういう映像とかも全部編集も、全部自分でやって、一個の作品をもう完全全部自分ですっていうように、なりたいっていうのが最終目的であって、目標があって、それのためにもう書き始めたっていうのがありますね。もう本当に、もうなんでしょうね。なんか自分で完結したいんですよね。その、性格的な問題なのかわかんないんですけども。まあ大体ね、あんまなんだろう、普通の人だと、まあ実況を持つし、撮ってる人とか配信してる方だと、まあね、その配信は自分でやるじゃないですか。で、でも、それの素材、その配信の画面の素材だったりとか、まあ、音楽とか、っていうのは、全部ね、他の人のものを借りたりとかね、その書いていただいて、とかっていうのが割と多いと思うんですよね。まあ、たまに、その、なんだろう、自分で全部しましたっていう素晴らしいっていうの、素晴らしいね。そう。でも、別にその、あれですよ、他の人がね、すごくないとかっていうわけじゃなくて、ね、本当に皆さん努力しているし、すごいと思うんですけども、でも特に私の感性的というか、なんだろう、感想的にね、意見ですよ。本当個人的な意見ですけども、やっぱり自分で何でもできちゃう人っていうか、できてる人っていうのは、特に
努力をしていて、やっぱかっこいいなって輝いて見えるんですよね、本当に。だから、そういう人と同じ立場っていうかね、なんて言うんだろう。同じ、こう、足場っていうんだろうか、なんか日本語難しいけど、そう、くらいに立ちたいっていうのがあって。だから、イラストを始めました。こんな感じでいいかなと興味を持ち始めた。まず理由はね、まあ一番簡単に言うと、まあアニメとかですけども、まあ最終的には、に興味をね、書くのを持ち始めたっていうのは、他の人の影響、まあ周りの人のすごく頑張っている人っていうか、プロの方とかね、そういう他の同じ同業者というか活動者の方が頑張っているから、自分も頑張ろうっていう、もうすごいね、こうプラスのポジティブな、まあ気持ちですね。はい。ということで、まあ、こんな感じでいいのかな？あんまりね、質問を返したことがないから、よくわからないけど、こんな感じで、とりあえずね、今回は、終わりましょうか、質問コーナーね。はい。ということで、まあ、時間もね、割と25分ぐらいでいいぐらいなので、今回は、これぐらいで、ね、終わりましょうか、エンディングトークですね。はい。いやー、第6回目か7回目かが、まだ未だにわからないですけども。いや、ちゃんと確認しておけようと思うと思うんですけども。いや、今回、すごく、まあ、活動的なね、大体そのイラストとか活動的な話、てか、毎回そんな感じですけども、すごく、個人的にこういうお話をね、ちゃんと皆さんにね、しっかりとできたっていうのはすごく嬉しいので、まあね、これをね、話を聞いた方もね、なんかちょっとね、イラストとかに興味持っていただけたらなっていうね、これじゃ持たないか。これじゃ興味持たないですけど、まあね、その今後、そのだからマシュマロとか、英語翻訳とかブースとか、に関することで、まあ、ね、情報をね、他の SNS、X とかで特に、またね、発信していきたいと思うので、そちらのね、その他 SNS のね、まあ、登録とかフォローもね、よかったらな、してください。で、YouTube の方もね、チャンネル登録と高評価ですかね。を、もしよかったらね、お願いします。ということで、まあ、今回のおしるこのティータイムのおしるこラジオ第6回目か7回目はこれで終わりたいと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。